就職をして初月給をもらい、何か記念になるものをと思って買い込んだのがカメラであったような気がする。昭和35年頃であり、写真を始めるにもきっかけがあった。何を始めるにもきっかけというものがある。カメラはミノルタ SR1 という機種であった。月給の 4、5 倍もしたものをどうして買えたのか。いまだに思い出せない。初月給なり初ボーナスであれば、父母に何かを買うのであろうが、カメラだったのが不思議でならない。その頃からどこへ行くのもカメラを下げて自慢げに撮っていたような気がする。そこから本格的に写真を始めることになる。商店街をぶらぶらと歩きながらのスナップも大変な活気があり、面白い。それだけでなく、路地を入って裏通りに下町の良さがくっきりと残っており、子供たちが飛んだり跳ねたりといろいろな遊びをしており、そのスナップが躍動感があり、屈託なく本当に楽しそうにしているのを切り取ると、やったーと手に感じ取れるのである。最初は自分で現像もプリントもできないので、近くの写真屋さんにお願いしてお金がかかった。昭和30年代後半、日本経済も絶好調の時代であって、会社勤めは休みなし、残業も何のそのといったところであった。写真をやるとなると、自分で現像もプリントもやらなければ本物にならないので、器具を一揃え買い入れて、現像は押し入れの中で、台所を真っ暗にして、夜を徹して、プリントしたものである。